えー、メール来ました。えー、ラジオネーム、アローズさん。ザキヤマみたいなケツアゴを育成した。なんか難しいこと考えてそうって思われたくて、アゴずーっと触ってたら、音外筋が発達してケツアゴになった。<laughs> そうな 顎の筋肉発達してケツ顎になるん、ケツ顎って。うわー気をつけよ俺も結構さ、最近 YouTube 始めてからというものさ、なんかやっぱしゃ、配信してる時とかさ、落ち着かへんからさ、髪触ったり顎触ったりしちゃうわけ。顎って、触りすぎたらケツ顎なんの。<laughs> 絶対やめようえー、<laughs> え、ってことはさ、応用したらさ、触りまくってたらさ、 そこの筋肉発達してさ、ケツにできるってことだ肩とかさ、だか首とかさ、こうやってずーっと触ってたらさ、ケツ首にできるってこと誰かちょっとさ、YouTube で検証してくれへんてか <laughs> バズりそうやな。なんかその、ケツ顎になるまで顎触ってみたっていう <laughs>。サムネがさ、あの、ビフォーアフターでさ、3ヶ月顎触り続ける。で、ケツ顎と普通の顎。 <laughs> これ絶対バズるでしょ。誰か YouTube でやってみてください。いいメールでしたね。どんどんいいメール来てるよ。